こんにちはにゃでーす。ってことで、近日、式神のガチャが復刻するみたいです。それに伴ってね、強化入るみたいですね。無骨とかのね、環境最強リーダーだったキャラクターが強化入ります。そしてですね、今画面にも出してますが、一部フェスゲンも強化が入ります。これが熱いね。正直フェスゲンに強化入るのが熱いって感じでございます。これはでかいよね。はい。ということで見ていこうと思います。でね、フェスゲンもね、何体か強化入ってるんで、まずはね、ちょっとね、みんな気になってると思うんで、フェスゲンの方から見ていこうと思います。よろしくお願いします。そしてですね、皆様ぜひともですね、今夜よろしくお願いいたしますね。はい。ぜひともよろしくお願いします。私ね、ちょっと体調悪いんでね、頑張って情報とか出してるんで、ぜひともしてくれるとね、モチベーションになるし嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ということで、デイトナでございます。はい。デイトナ 10C とウェイが10個でございますね。相変わらずバカ火力、高い火力です。2ターンのスキルで、ウェイの数に応じて、火を光に、水を回復に変化。四つ消しで 78% 激減ですね。はい。ついに 78% 激減だったんですね。これはすごいね。デイトナついに 78% 軽減だったんだね。はい。で、25倍4コンボ加算固定250万ダメージということですね。これね、すごいですよ。はい。これはやばいね。75%軽減はだいぶやばいですね。はい。もう環境再生成使えるんじゃないでしょうか。はい。ってことです、デイトナ。そしてもちろんデイトナが強化入るということはですね、デイトナの闇バージョンこちら、ブラックバードも強化入ります。暗闇完全耐性に、受信4つ、無効貫通2つ、2ターンのスキルでエンハンス、そして火を闇に、水を回復にですね、はい。リーダースキルが火の2コンボで、闇の2コンボで 78% 軽減、30倍 ?3 コンボ加算250万個でダメージということでね。はい、こちらも 78% 軽減になりました。ブラックバード、デイトナが強化入るのは熱いですね。特に、まあ最近光のパーティー、光の四つ消し以上パーティーも流行ってますし、あとちょっと前になっちゃいますけど、ちょっと前そんなことないか。まあ1ヶ月前か。ハロウィンもね、ありましたからね。ハロウィンで闇のパーティーも強くなってるんで、ブラックバード、デイトナ、どちらも結構激アツでございますね。って感じになっております。でですね、だけじゃなくてですね、こちら、アテナノーも強化入ります。はい。こちらはですね、スキル4つ、7C8 個にウェイ2つ、7ターンのスキルで6解除して、闇を光に、水を回復に、80% 軽減ドロップ強化ですね。まあ、このスキルはそんな強くはないですね、正直ね。はい、まあ、80% 軽減が強いかなぐらい。で、神タイプの全パラが 4.8 倍、指2秒延長、水回復の同時攻撃で6倍固定500万ダメージです。はい。もともと、まあ、使われてるキャラじゃないんでね。まあ、これはいいでしょう。はい。武器こちらです。武器が、ウェイに、暗闇完全耐性に、チーム HP2 つ、ドロッキョ2つですね。はい、出ました。暗闇完全耐性、チーム HP2 つ。まあ、最近ね、無課金の黒メタル交換キャラで、暗闇耐性と、チーム HP2 つの武器が出てるので、まあ、超貴重かって言われたらもう最近はね、そうでもないんですけど、やっぱ強いですよね。しかもウェイ持ってんのがいいですね。はい。まあ、あんまりないですからね。未だにあんまりない。ハロウィンスオーとか、まあ、エクゾディアとか、あとは今回の、あれですね、チェーンソーマンコラボの黒メダルの武器とか、でしかね、暗闇完全耐性チーム HP 武器ないですから、こちら、アテナナを持ってる方、これで使うこともあるかなと思います。ウェイがいいですね。はい、スキルは同じです。6解除して、光と回復を作って 80% 軽減のドロ強ですね。はい。まあ、こうやって武器ですね。はい。アテナノーは武器になりそうでございます。はい。という感じになっております。で、次ですね、式神見たいんですけど、式神の前にですね、はい。さらにこちらが強化されますということで出てるので、これ見ていこうと思います。はい。まずですね、クラウスでございます。はい。スキブ6個、枝豆に、受信4つ、無効貫通に、たこ焼き4つ。2ターンのスキルで落ち込んだし、3コンボ加算、6解除して、水を6個生成でございますね。で、水を5個以上つなげて消すと、ダメージを軽減10倍、2コンボ加算、固定1ダメージ、全パラが3倍です。3倍軽減ですね。はい。まあ、クラウスは単属性でスキブ6でスキル単2ってことでね、まあ、ランナンとかのスキブ枠として使われてたりすることもありますねって感じですかね。はい。です。まあ、別にわざわざ使いたいかって言われたら別にそんなことはないよね。正直ね。はい。今のところはね。って感じでございます。そして、はい、こちらでございます。クラウス究極進化、こちら4ターンのスキルで1ターン遅延と6解除して、水、闇、回復を5個ずつ生成スキルが進化ですね。はい。で、指12秒固定の全パラ 2.2 倍、水闇同時攻撃で半減14倍3コンボ加算です。はい、水闇ですね。はい、水闇で固定指ってことでですね。まあ、最近だと、あれですかね、黒飛びとか、あとは芝達也とか、そこら辺で使える水闇同時攻撃系でございます。ただ、まあ、スキル進化してですね、はい、スキル進化してもですね、激減つくだけで別にですね、あ、そんな使えるかって言ったら、まあ別に使えないかなという感じになっております。まあ、受信3つ、無効カード2つ、ドラゴンキラー3つ。ちょっと軽く高いかなぐらいですかね。はい。となっております。クラウスですね。まあ、バカ強くなってるわけではないですね。はい。そして武器です。こちら、スキブ2個に、クライム完全耐性に、ドラゴンキラーにドロ強2つ。2ターン遅延と2ターン激減持っております。
で、水闇回復を5個ずつ生成ですね。という感じになっております。まあ、武器も悪くないですね。はい。捨てがないですけど、スキブ猫に暗闇完全耐性ドラゴンキラーはだいぶやばいかなとは思います。はい。ってことで、暗闇耐性武器が多かったですね。クラウスでした。はい。あ、もう一個あった。ごめん。はい。そうだね。レイシリウス。こちらも曲入ってるみたいですね。ウェイが8個に樹脂2つ、スキブに神キラーに攻撃キラー。2ターンのスキルで6解除して、左端を光に全ドロップ強化76番面リーダーです。ということです。うん、まあ別にって感じかな。はい。となっております。レイシリウスでした。さあ、ということで、お待ちかねかわからないですが、式神の強化見ましょう。近日開催です。式神。まずは雪音から、はい、雲帯耐性に樹脂が5つ持ちで、樹脂5つ持ちか。すごいですね。はい。で、こちら、たこ焼き持ってます。で、HP が1万弱、コイルが6000弱ですかね。はい。で、指が2倍、無効貫通の4色ルーレットでございますね。はい。まあ、雪に強いですね。で、水回復の同時攻撃で半減15倍、固定1000万ダメージ全パラ 2.2 倍ですと。はい。まあ、無効貫通スキルバグでね、雪ね、だいぶ優秀ですから、黒飛びのサブね。はい。まあ、持っとくといいんじゃないでしょうかというところですね。黒飛び使いの方ね。黒飛び最近、まあ、あんまり効かなくなってはいますが、まあでも強いですからね。はい。いいんじゃないでしょうか。まあ、黒飛びをずっと使ってる方もいらっしゃると思います。ずっと強いですからね。はい。そしてこちら、無骨ですね。さあ、こちらもね、強化入っております。6ターンのスキルで変身するんですね。短いんですよね、変身ターンがね。ただ、3バトル目以降じゃないと変身できませんよということでね。まあ、ちょっと癖のあるキャラクターでございます。で、変身後こちらですね。樹脂3つ、LG4 つに毒目覚め、2ターンのスキルで上限50億、第3属性まであるので150億出せます。自分の火力が3倍、6解除して、火、闇、回復、毒を5個ずつ生成ですね。生成ループです。無骨ね。はい。無骨ループ流行ってましたね。一時期すごい強かったですからね。で、リーダースキル、水、火、闇、毒の同時攻撃で 60% 軽減、50倍、4コンボ加算、高低値ダメージ、HP2 倍の回復力4倍ですね。2倍 60% 軽減なんだね。はい。しかも50倍ですからね。火力高いですね。という感じになっております。いいですね、無骨ね。だいぶ強化入ってるのかな？はい、と思いますね。いいんじゃないでしょうか。ということでですね。はい、無骨、そして雪音の強化、さらにフェスゲンの強化でございました。いいですね。はい、そしてですね、もう一個情報来てましたので、ついでに見ようと思います。こちらでございます。何の話かはね、ちょっとわからないんですけど、近日スペシャルダンジョン悪魔チャレンジを開催。見事クリアできれば、称号悪魔をゲットできます。開催をお楽しみにということで、この悪魔が、チェーンソーマンに関係あるのかどうかわからないっていうのと、あとテクニカルダンジョンじゃなくてスペダンって書いてあるね。これなんだろう？まあ、いや、ちょっとマホラ気にしないでいきます。はい。まあ、悪魔チャレンジ、悪魔チャレンジがあります。あるそうです。これ何なんだろうね。たまたまチェーンソーマンの悪魔と被っちゃってるだけで、パズドラの普通のイベントってことなのかな？チェーンソーマンって書いてないもんね。ただシンプルにパズドラのイベントとして悪魔チャレンジが来るみたいでございました。はい。ということで以上、フェスゲンの強化、そして無骨雪音の強化でございました。式神復刻も楽しみですね。ということで以上です。よかったら参考になったら面白かったら、そしてね、性能に関してコメントがあったら、よかったらね、コメントもしてください。高評価、チャンネル登録、通知オンもよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。